さあ皆さん、お待たせしましたというかですね、ヤングマシン11月号のガチテスト 250cc CBR ZX25R の中にですね、忍者400が持ち込まれておりました。よく試乗そのね、比較テストの時になんで400持ち込むのみたいなこと書いてあるけど、ここ大事ですよ。改めて400の実力やってみるとですね、素晴らしくいい。そうそう負けることはない。 ZX25R4 気筒神話、そして新型 CBR ハエゾー神話、すべて神話でございます。事実は400が早い。これをですね、今回ちょっと伝えておかなければなという話ですね。その時のヤングマシンのこのテストはですね、町乗り高速をインプレしながらサーキット、筑波サーキットに行ってコース線で、雨の中ではありますがタイムアタック、その後砂利のテストコースに向かって、夜にゼロ 400m、 ゼロ 1000m、 そしてゼロ 100km 加速を、まあ、測るテスト、そしてパワーチェックも実際にしてるんですね。その数字をですね、ヤングマシンの中にこう全部書いてあるんですが、改めて私が書き直しちゃいました。ぜひヤングマシン読んでくださいね。こちらの方に詳しく文章で書いてあります。まずはですね、ざっくりとこれ旧 CBR 新 CBR ZX25R 忍者250っていうのもこうあったんですけどね、忍者250も素晴らしいっていう話はあったんだけど、400の素晴らしさ数字で見ていきましょう。まずですね、これ計測結果ですけど、この下が馬力ですよね。48馬力というのはですね、 ZX25R が45、 CBR が41で、ここでね僅差の戦いをしておりますが、プラス4気筒の3馬力アップで48馬力、これそんな大したことがないかな。プラス3馬力ですよ。新 CBR から4馬力アップの 25R、 そっからたった3馬力かなって思うでしょ。ところがね、トルク、最大トルクが新 CBR が2.5 に対して 2.1 で、このトルクによって新 CBR が速いって言いましたけど、旧 CBR 2.3、 新 CBR 2.5、 ZX24 気筒は 2.1 とちょっと下がるんですよね。で、忍者 2.3 だったわけですよ。これに対して 3.9、 馬力よりもトルクのデカさがもうとてつもなくある。それに対してですよ、もう一丁すごいの、車重167って、旧 CBR と同じ車重、新 CBR168 になったんで、なんと400よりもちょい重い。4気筒なんていうのはマイナス、ここ16キロですから、マイナス17キロですよ。400cc がですよ。で、このトルク。確かね、新 CBR と ZX の時にもこのトルク大事だよっていうのをサーキットで言いましたけど、こんだけあったらそれは速いだろうっていうね。そしてこの軽さね、さらにツインですから、排気量がトルクワークもエンジンの回転物体のマスの、この話しましたけど、回転マスが少ないとジャイロ効果が少なくなるので、切り返しが速いといった意味で、とてつもなくまあ速いマシンになるというのがまあ分かりますよね。ところがですよ、ちょっとさっきタイムを見ると、雨の中400はね47秒4で、なんとやっぱ 25R には勝ってるわけですよ。ここすでにね勝ってるんだけど、なぜか CBR にだけはちょっと勝てなかった。ここね、映像の中でもちょっと言っておりましたけど、実はこの時400はね、ブレーキジャダーが出てて、ちょっとブレーキディスクがね少しこうジャダーが起きてて、ほとんどブレーキかけられなかったんで、そこでちょっと攻めあぐねてた。俺的には46秒台はいけただろうなとはちょっと思ってます。ここはねちょっと緩くなっちゃいましたけどね。ただ最高速度、短いホームストレートの中で 119.9 で120キロぐらい行きそうっていうので、やっぱりもう立ち上がってしまえば速いっていうのがありますよね。さらに 0-400m 加速、ここ見ると4気筒で一番速く14秒3になりましたけど、もう13秒台に入ってきてます。 0-4 の13秒台って結構速いですよ。でも 400cc の2気筒でもうすでに13秒台入りますからね。そういった意味ではね、やっぱ速いでしょ。そしてゼロ 1000m 加速は26秒4で、どれももちろん出せてないですよね。ゼロ 100km 加速は5秒台、あとほんのちょっとでゼロ 100km 加速4秒台に入るって、俺いろんな車のゼロ 100km 加速見てるけど、7、800万級じゃないと出せないですよ、こういうのって。それがね、なんとここがすごい。聞いて、CBR ZX 80万円台後半、90万円台、忍者25、65万ってすごかったけど、
472万円で買えちゃうっていうですね、新 CBR と ZX の戦いでもう90万円ぐらいがうんって言ってんのに対して、なんと72万円でこの高性能が買えてしまうというですね。今25バヤリだけど、本来は昔ね 400cc 主流だったわけですよ。その 400cc っていうのをちゃんと出して価格を抑えて、なおかつですよ、車重が250よりも軽いみたいなね。今回のまず街乗り乗ってる時点で全員でこう乗り換えてる時にね、400最強とかってみんなで言ってましたからね。乗りやすいし速いし軽いし、いろいろとこの辺でね、ガチガチとこう比較をこう伝えながら、400乗るとほっとして、いや400やっぱり速いなみたいな、400最強だぜみたいなことを言ってるわけですよ。それも確か映像の中には少しありますよね。まあ、400cc が今後どうなのかなっていうのはね、まあ、改めてちょっとねまた考えていきたいと思うんですけど、忍者400だけではなくて、CBR400 とかもありますからね。ただ今のところツインじゃないですか。ここに4気筒投入しますかね。400で4気筒で高性能化を求めたら、今は600でもいいんじゃないかなって。600ものすごくいいマシンだし、ずっとレースで培ってきてるので、高性能っていうか、お金をかけてきて作ってるマシンたちがあるので、そういう方向性いくと、もう600に行ってもいいんじゃないかなと。もう同じ車検みたいなものもあるしね。昔は400から600って大型になってしまうんでね、なかなか行かなかったんですが、今はなんか大型を皆さん持ってますから、600でもいいんじゃないかなと思うけど、ただ 400cc のバランスってすごくいいんだよね。速さといい、これ600になるとやっぱもうちょっと重くなってきますからね。あとはね、若干シビアになってくる。プラスこの値段じゃ買えないから、もう買えませんからね。今4気筒、そういえば CBR6 号がありましたね。4気筒ですね。ああいう雰囲気で 400cc が出るといいんだけどね。そんなスーパースポーツではなく4気筒で試す。あ、 CB400 スーパーフォアがあるか、今のとこね。あれずっとベストセラーでしたからね、当たり前のように。近頃こうちょっとテストしてないけど、本来はあれでいいんじゃないかなと思うんだけど。でハーフカウルがついて SB になってるじゃない。ただね、あれも結構いい値段するんですよね。もうね、いい値段はするけど、やっぱりあれがずっとベストセラーを取ってたのはまあわかるかな。ただ忘れ去られてるか、近頃ね。どうなんでしょうね。まあいわゆる今期待されるのは、多分フルカウルの SSK404 気筒じゃないの。だけどそうなると600がいいかなっていうちょっと思いも出てきちゃうわけですからね。今時大型免許と普通免許って、いやそんなことないか。やっぱり最初の免許で400中型ぐらいで乗れてればっていうと、でも250で今盛り上がってるから、俺は250でいいんじゃないかなって。昔は400主流の中に250の4気筒出してもちょっとこうおざなり感というかね、絶対XR400 最高だぜとかね、 CBR400 RR 最強みたいなことを言って盛り上がってる中の、その後の250が出てくるから、250メインの盛り上がりではなかったんだけど、今250で盛り上がってるから、何も今更400でっていうのはなくてもいいかもしれないけど、あとは格好なのよ。みんな結局かっこいいマシンじゃなかったら買わないわけよ。そしたら ZX10R の400、 ZX4あったね、 ZX4 ってあったね。 ZX4 あった。言ってます、ね、その前言ったらテイストで現役ですけどね。そうですね。ただ10R の格好が 25R と本当に同じようになっていく可能性がありますからね。400自体ももう ZX 系の顔じゃないですか、そうね。そうもう分かんないもんね、見るとね、音聞かないと。昔は600も元気でしたけど、今600のクラスの SS ってレースカテゴリーもなくなっちゃいそうじゃないですか。ああそうね、となるとまたそこで盛り上がっていくっていうのは難しかったりするんですか。要はレースカテゴリーに今後400F3 クラスって、ああそれはいいかもしれない。出たら世界的にやれればいいですけどね。そうあれはね、日本古来の絶滅危惧種じゃないけど天然記念物的な扱いだったけど、あのマシンたちかっこよかったね。 F3 だってホンダなんか CBR400F3 とか出しちゃってたもんね。
ああいうノリがねここできたらいいんだけど、今は250 で、ね、盛り上がっててくれればいいんで、この辺で F3 マシンじゃないけど、俺らはやっぱりこの辺で今ね、あのレース楽しませたいもん、うん、あのね400結構早いよ。鈴鹿で400ですっげえタイム出すけど、やっぱ25の方が優しいと思うな、うん、初級としてねやるんだったら俺は25で、あのみんなで楽しんでもらった方がいいと思うし、それ以上のね600と 1000cc のレースはね大変いろいろと命がけですよ、うん、忍者250が忍者400と同じフレームじゃないですか、うんうん、昔って海外で出してる600からエンジンだけサイズダウンして400っていうのもあったっすよね、うんうん、あれもう本当に我々まだね雑誌読みあさってる頃には不思議だってね、なんで600とか 500cc ってあんのかなっていう、うん、結局海外で売れてるマシンのボアダウンで来てるマシンもあるけれど、でもねあの当時やっぱり日本売れてましたから、うん、結局日本独自の排気量帯である 400cc をその妙に盛り上げてね作ってたところはあるよね。それが逆に海外に逆輸出じゃないけど、逆輸出ってほとんど日本のバイクばっかりだから輸出もクソもないんだけど、日本のバイクがね席巻している中でやっぱ日本のマーケットで生まれていったものがすごく多かったような気がしますね。まあ改めて今ね本当はこの新 CBR と ZX25R っていうのはもうインドネシアタイとかあの辺でね日本人口の何倍もいる中で売っていくマシンだから、そこに向けてのマシンたちだからお金かけられてるけど、インドネシアとかタイとかもまだ400はねどうなんだろうなって感じかな、うん、逆に言うと本当によく25でいけたなっていう、その 300cc とかじゃなくて、ね、もう 400cc 逆に本当に中途半端って言われちゃうかもしれないですからね。ちょっとひらめいた、はい、うん、免許制度を変えて3段階にしたらいいんですよ、うん、きっと、うん、250まで、うん、250から7班以上って言って、うん、250までをよりちょっと簡易的に、うん、かなりかつ安く、うん、で中間グレードに行くのに、うん、もうちょっとステップを楽に、うん、それは日本でってことでしょ。もちろんね、あの各免許制度から高いっすもん、バイク免許今、昔はもっと安かったと思うんですけどね、うん、一番大事なのはね、あの4人の運転免許にくっついてくるのが 50cc じゃなくて125になったら、そしたら125なんか大盛り上がりだよ多分。 CBR125RRR とか出ちゃう多分。 ZX125R とかね、かっこいいと思うよ。それも125で4気筒とかないなないないやでも結局そうやって下のクラスを持ち上げるところから大事に始めるんだけど、やっぱここで盛り上がってて、まあこの辺の排気量帯っていうのはその上行く中間なのかって思うんだけど、普段乗りしてて最もやっぱバランスがいいし、俺ここのところつい最近あのジクサーもね乗っててすごく使い勝手がいいバイクとして。だからね600cc ぐらいになってくると乗る回数が少なくなっちゃうのよ。俺400ってもう日々乗るのに最強伝説、改めて最強って言っちゃう、このぐらいよ日々乗るのに。250も毎日乗るのに素晴らしくいいけど、毎日乗るのに400屈折して乗れるんだけど、一緒に乗ってるとやっぱ速いっていうちょっと優越感があるわけよ。全てこなすんだよね、ツーリングから友達とダベリングに行くとか、夜中の呼び出しに答えてちょい行くぞとかっていうのも全て答えられるというですね、気軽に高速に乗れる、そうそうそう、そういうね、そういうところが今あるから、400改めてねちょっとあの見直してねっていうのもおかしいな、うん、好きな人は本当に気持ち高ぶって乗ってほしいなって感じだよね。無理して買えとは言わないけど、うん、ここら辺では無理して買ってあの盛り上げてほしいのはね。はい、以上でいいですか。はい、今回はですね、ヤングマシンのね250ガステストの中で改めて 400cc をね入れてみたら、400最強伝説っていうのがね、なんかこうガステストの戦いの中には入んないけど、我々も乗っていてもやっぱ400いいなっていうね、改めて思いをですね、これちょっと400忍者400の立場からお伝えさせていただきました。話いろいろ脱線しましたけど、まあ楽しんでくださいよ。いやバイクって本当にいいもんですね。さよならさよならさよなら、ぴょんちゃんの真似でした。
今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また番組制作スタッフも募集しておりますので、どしどしご応募お待ちしております。詳しくは詳細欄をご覧ください。